すげえいい柴犬が描けたよ。これ書き出し。最初から書き込むよりこうやって散りばった生命を集めるような、少しずつ少しずつ散らばった柴犬を集めていく。意味のない線なんかたくさんあるけど、その意味のないところに意味が出てくるから不思議じゃない？今日のリクエストは、犬なのにどうしても散歩に行きたくない無表情な黒柴。もうすでにね、柴犬集まってました。ここからね、書き込み。私としては今ぐらい抜け感のあるドローイングが好き。でも黒柴なんでもっと書き込みます。動物を描くとき、画面の中で生きてる生きてない問題、これ重要なんだけど、動物とかさ、不意に動くでしょ。そういう危うさというか予測不可能なところが線や色に現れると生命感が生まれる。その不安定さが写真との違い。すげえいいこと言った今。見てくれてありがとう。